4月の地球の平均気温が過去最高を更新したと EU の機関が発表しました。こちらからご覧ください。こちらは4月の気温の平年偏差ですね、1991年から2020年の平均値との比較を表した図です。赤いところほど平年よりも高いことを示しております。EU の機関コペルニクス気候変動サービスは地球の平均気温4月が 15.03 度であると解析をしました。これは11ヶ月連続で過去最高を更新したことになります。特に気温が高い赤い表示になっているところは北米大陸からグリーンランドのあたり、そして東ヨーロッパから中東の北西部、そして日本を含む東アジアといったあたりが顕著になっております。日本でも4月の平均気温は平年よりも 2.76 度高く、こちらも過去最高を更新したという状況になります。この世界の気温は産業革命以前の気温に比べるとおよそ 1.6 度ほど高いということで、かなりの高水準ということで、地球の温暖化が進んでいることを示していると考えられます。そして今後ですけれども、海面水温ですね、こちらも過去最高の水準を更新しておりまして、このオレンジ色のラインが2023年、そして赤いラインが2024年を示しております。これは過去1979年以降の残っている記録でいきますと最も高い水準を維持しているという状況です。2月頃に比べますと若干低下見られているんですけれども、海の気温というのはすぐには変化していきませんので、この後もこう高い水準をキープするということが考えられます。このためこの海面水温を元にしました世界的な高温傾向というのはしばらくの間続くということが考えられます。これから日本などを夏を迎えるエリア多くなりますので、猛暑注意が必要となっていきそうです。